では、えー、この動画ではジョイント3パターンについて説明と、えーまあ、ちょっと軽く作り方の、えー、説明をしていきたいと思います、えー、とメカモデルは、まあ、多くの場合ですね、えー、ジョイントは3パターンに、えー、分かれると思います1、えー、つ目が、えー、この球体系のジョイントですねえー、っとあとはイヤーフレームをオンにして分かりやすくしましたが、えー、球体系のジョイントの特徴は全、えーまあ、方向に回転ができる こんな感のでまあ人の体でいうところの肩の関節とか、えー、あとは、まあ、あの骨盤に入る足の関節とかですねそういったものは全方向に曲がることができるので、えー、球体のジョイントだと考えることができます。で、えー、っと構成としては、まあ、この,、えー、その球体がはめ込まれる側と、えー、球体本体っていう構成で、えー、くっついてる場合が多いですね。 はい、そして、えー、次に円柱型のジョイント。えー、これはまあ人の構造でいうと、まあ、肘とか、えー、膝とかっていう部分ですね。これは1、えーまあ、平面で、まあ、回転を通してですね、えー、モデルを動かすことができるジョイントになります。まあ、一番まあ一般的というか、一番多用されるジョイントといってもいいかもしれません。 まあ非常に汎用性が高く、さまざまなところに使われるものです。でそして最後に、えー、サスペンション型のジョイントですね。えー、これは、まあえっと、自転車のクッション部分を想像してもらえば分かると思うんですけど、まあ、クッションになる、えー、機能ですね。こっちの、まああのー、円柱、えー、球体か、球体というところの、えー、それがはめ込まれる場所があって、 で、サスペンションが動いたときに、クッションになるっていう、クッションになるっていうことですね。で、これは、まあ、あのクッション構造をわざわざこっちで作らなくても、ここの、えー、キューブをこうアニメーションさせてあげるだけで、ちょっと深さ必要ですけどね、アニメーションさせてあげるだけで動いてるように見せることも可能ですね。はい。これはまあ、の本当に、えー、こっちでは割とその平面的な動き。 一つの回転方向で平面的な動きだったんですけど、これはもう直線的な動きなんで、より、あのー、可動域が制限されると言ってもいいかもしれないですね。クッション的な、えー、ものがあると良い箇所に、えー、置いてあげるといいパーツになります。まあ、この3つ、えー、3パターンが主な、えー、メーカーモデルでのジョイントと考えていいです。じゃあ、1個ずつですね、えー、ちょっと少しだけ詳しく見ていきたいと思います。 はい、まず球体系のジョイント、えー。これの作り方なんですけど、えー、もうこれは単純です、えー。まず球体はですね、あんまりあの凝ったデザインを行ってもしょうがないです。まあ、というのも、奥の場合ですね、えっ、ー、と、まあ、例えばこんなパーツと、えー、こんなパーツに挟まれて、ここしか見えないみたいな。で、これが、えっ、ー、と、ちょっとグループ化して、 グループが動く形になってこういうい感じですねで可動域はここが接触する、まあ、ギリギリまでこのぐらいまでっていうことになりますけど。って考えると、まあ、そこまでですねあの見えないので、えー、ここにさまざまなデザインを施しても、まあ、あんまり効果は薄いと。ということで、まあ、あの多くの場合マテリアル一色で、えー、済ませてしまったりもしてしまう、えー、部分になります。 で一方、こっちの,あのはめ込まれる側、こっちはデザインの余地が多少あると思います。えー、例えば、例えばですね、えー、ここに、一段階、こんな感じの角をつけてですね、えー、こういうデザインにしてあげるとか。えー、こうですね。そうすると、ちょっとこの可動域が広がりますよね。角が削れてる分。えっ、ー、とか、もうちょっと、 えー、考えていくと、はめ込まれる側、ここにちょっとこう、水を作ってあげて、はい、こんな感じで、うん、表現してあげるのもいいかもしれません。こういう感じですね。で、ここの面は結局見えなくなるんで、あのいくらデザインしてもしょうがないんですけど。 はい、これが、えー、ワイヤーフレームを切った場合のですね、えー、見た目になります。ここで1段階落ちるので影がここに入ってよりジョイントらしさが増しますね。で、ここはまだ1で、こっち側もですね、同様にさまざまなあのプラスアルファの手続きはできるんじゃないかなとは思います。えー、例えば、ここにベベルをですね入れてあげるとか。 でまあ、ここに例えばそうですね。うんまあ、ちょっとあれですけど、えー、例えばこれを斜めにするとか、この角の部分。えっ、ー、とすると、オブジェクトを選択して、あのデフォーマーを使ったり、えー、デフォーム、ラティスですね。 アーティス、分割222に,にしちゃいますかね。はい、こんな感じで。で、右クリック、長押し、アーティスポイント。えー、まあそうですね。じゃあこう、ここにしますかね。ここを、ちょっとこう、斜めに。してあげると、ここの断面が、えー、少し、まあ、斜めに変えることもできますね。あ、アーティスから出ちゃうと、あれですね。 はい、こんな感じのジョイントにしてでこれラ,ラティスからまた出ちゃうんですけどこっち側にあの主に動くようにしてあげるとかラティスごと入れるとこですね、はい、これでもう斜めに向いた円長を作るみたいなのも、まあ、選択肢に入りますけどね、はい、これが1つ目の自由回転のジョイントの例でしたこういう回転ですね で次に、えー、円柱形のチョイント。こちらに関しては、これ非表示にしまして。えー、っと、特にたくさん使うパーツになると思うので、あの複数パターン用意しておくといいんじゃないかなと思います。で、まあそうですね、よくあるパターンとしては、うーん、そうですね、まあ直線的な、えー、オブジェクトをつなぐための役割とかですね。 えー、こうですね。こうして、で、ちょワイヤー表示します。これもグループ化しちゃいますね。で、こういう回転をあの実行できるようにするとか。えー、まあ、さまざまな、えー、用途があると思います。 で、えー、っと、まあ、この円柱形状のものに関しては、こうやって物体と物体で挟まれて、ちらっと見えるパターン、こう感じで、ちらっと見えるパターンもありますし、こうですね。まあ、その場合は、えー、この側面にデザインを入れるかどうかっていう問題になってきます。まあ、あんまりあの広くない面積の場合は、あんまりたくさんデザイン入れてもしょうがないので、ベ、まあ、ベル入れるぐらいですかね。こんな感じですね。 とかまあそれだとちょっと足りない場合は、えー、まあ少しですねちょっとこの辺の厚みは適当にしちゃいますけど、まあ、少しこう盛り上がりがあったりしてもいいかなと思いますえーこ,こ,ねはい、<laughs> まあこういうパターンもあればですねえー、っと こんな感じで物体がですね間に挟まるようなえっとですね形状のモデルに対してえ円柱をまた作るんですけど 横に倒してはいこんな感じでこうですねえなんて言うんでしょうねこの側面なんかまあこっちの,あの側面ではなくてまあ断面側が表に見えるっていうパターンもあると思いますえなので まあこ,のこういった動きをする中で、これはこんな感じですね。こういった動きをする中で、さらにここでえこっち方向の動きをするっていうパターンですね。これもまあ組み合わせ方でえいくらでもあると思うんですが、その場合は、ちょっとこれもループ化して、ピポットポイントを真ん中に。で、こういう動きですね。 ちょっと干渉しないようにするためには、ここにベベルが必要ですけど、まあ、かなり自由度が増えますね。こういうジョイントの場合、えー、こっちの断面側にですね、さまざまなディテールを施すことが可能です。例えばここにベベルを入れる。でベベルの入れ方もですね、えー、っと、必ずしも 1>, まあ1段階で入れなきゃいけないわけではないので例えば3段階入れて、まあ、ちょっとスムーズさをですね出してもいいと思います、まあ、3段階だとちょっと角付きが目立っちゃうなって場合は、まあ、90° 度なんでね結構あの角度がきついので、まあ、6段階、まあ、このくらいあれば大丈夫かなとかで印象を確認するとこんな感じ あとは内側にですね、えー、様々なディテールを入れてもいいと思います。エッジダブルクリックでループ選択、コントロール F9、コントロール F11。で、えー、コントロールを押しながらフェースを除外します。コントロール E で押し出し、縮小を内側に縮小して、コントロール E で押し出し、内側へ押し込む。そして縮小。まあ、こんな感じのディテールを入れてもいいかもしれませんね。 ここはスムーズ表示ですね。はい。で、さらに、えー、これだけでももちろんいいですけど、えー、この真ん中のあたりで、まあ、色の違う、えー、追加パーツを足すとかっていうのも考えてみるといいと思います。えー、どういうことかというと <laughs>、はい、こんな感じのパーツをですね、真ん中に配置するようにします。もうちょっと大きくてもいいですね。 でここはベベルで分割は一に戻しますえー、っとちょっとだけ、えー、はいこのぐらいでいいですねはいこうしておくと例えばこっちのパーツは黒に設定してこっちのパーツはシルバーに設定して色の違いを出したりすることもできますねこんな感じで、えー、ジョイント部分でさまざまなえー あディテールを追加していくと、またこれもですね、いいと思いますので、はい、検討してみてください。これが、まあ、よくあの円柱上でですね、よく使われるディテ,、えー、ディテールというか、ジョイントになるので、<laughs> まあちょっといろいろなパターンを試してみました。まあ、あのー、ですね、こういうあのパーツなんかはコピペできますんで、1回作ったら。コピペできますんで、 はい、ちょっとまあめんどくさいですけども、一回作れば使い回せると考えると、割と使いやすいんじゃないかなと思います、えー。そして最後のパターンのサスペンションですね。これが、これですけど、はいえー。これはまあ単純ですね。えー、例えば、まあ、これもさっきと同じですね。あの円球体と同じなんですけど。 パーツがはめられる側は、まあ、ここで1段階落としてあげると、まあ、影が入って、よりあのディテールを感じるようになりますね。ここにベベル入れてあげてもいいですね。で当然、ここもベベルがあった方が、光が反射するんでいいですね。でこっちのモデルはですね、まあ、そこまで見えないので、ただ、まあ、こう縦方向の、あのー、なんか金属のこすれ感みたいなものを、えー、テクスチャに入れてあげると、ちょっと説得力が増しますので、 えっと UV 展開自体はしてあげてあのー、質感は当てられるようにした方がいいですね、まあ、ただまあディテールを入れ込んじゃうと例えば段差作ってってなってくると今度は逆効果ですよねあのー、ここはスムーズに動いてほしいのにボコボコしてたらそれが摩擦になっちゃうのでまあこれはそのままであんまりディテール加えないでいいと思いますまあまたこの辺の見えなくなるフェースとかはですね消しちゃっても全然いいですねえー、表に出ないのでこっちもそうです こんな状態でもいいと思います。えー、で、まあ、ここはちょっとデザインの話をしてもしょうがないですね。まあ、これはもう本当にいろいろなあのパターンで、まあ、ベベルとかも相性がいいと思いますし、この角の部分とかも、えー、段差とか入れてあげてもいいと思いますので、ここは特に触れないでおきますで。あと、まあ、よくあるサスペンションのですね、あの、 ターンとして、えー、っと、螺旋状のものっていうのがありますね。これですね。螺旋。あ、これじゃないかな。ちょっと作りますね。えー、作成の中のポリゴンプリミティブの中の螺旋ですね。これですね。えー、これは、あの、ぐるぐるした形状をですね、作ることができる。こういうやつです。でこれの数値設定で、あのー、結構ある程度な、ある程度というかもう大体は、あの、実行できますんで、 様々な形状こんな感じにしたり、ちょっとつけて、まあちょっと雑ですけど、はいこんなパーツをここにですね、入れてあげると、もうちょい上か。入れてあげると。 うん、まあちょっと稼働する場合はこれをちょっとこうひしゃげたりしなきゃいけなくなるので、まあ、その辺のちょっと難しさはありますけどうんまあ単純な、えー、ビジュアル的な組み方としてはこれでいいんじゃないかなと思いますまあ本当はもっと細くてですねえー、っともうちょっとリファレンスをよく見てそれに合わせないといけないですけどまあ大まかにはこういう感じここがクッションのようなデザインになることがわかります で実際、リビングとかしないで、あのクッション性能を、ね、つけてあげなかったとしても、このデザインが、まあ、あのクッションになりそうな箇所にあるだけでだいぶ違いますので、はいまあ、入れてあげれるところがあれば入れてあげるといいと思います。ということで、えー、今3パターンですね、ちょっと紹介してきました。えー、最後のパターンが。 であとはこれとこれはいこんな感じですねえー、っとまあサスペンションはちょっと使いどころがあの難しいと思いますけど、えー、この球体のジョイントなんかはまあそこそこよく使えますし、えー、こっちの円柱のジョイントはめっちゃよく使えますんで、えー、まあいろいろと、えー、場所があればですね試してみていただくといいかなと思います <laughs> こっちでしたねはい以上になります じゃあ続いて、えー、コード類の追加についてもちょっと説明をしてしまいたいと思います。えっと、マヤの、まあ、いくつか忘れましたがどこかのバージョンで,です、ね、コード類がかなり作りやすく、えー、なっています、えー。ちょっと順を追って全然複雑じゃないので順を追って説明していきます。えー、コード類作る場合にはまずは、えー、コードの形を取った、えー、カーブを用意します。えー、でカーブ用意するときに、えー、使う機能は作成の中の えー、カーブツールの CV カーブツールがやりやすいと思うので、これおすすめなんですけど、このバえー、パースビューの状態で、えー、描いていくと、結構あの意図しない位置にですね、カーブが作られちゃったりするので、まあ、正面ビューとか、えー、サイドビューに切り替えた状態で作っていくのをおすすめします。えー、試しに今、サイドビューに切り替えました。そして、作成、カーブツール、CV カーブツール。<laughs> あじゃあ、この辺から、えー、コードが生えていって、 S, S 字を描くような形で上の方に繋がっていくみたいなのをちょっと想定して、えー、何箇所かですね、クリックしました。1、2、3、4、5、6、7、8箇所ぐらいですね。えー、っと、最後まで、まあ、クリックし終,えし終えたと思ったら、えー、エンターを押して、これで決定します。アウトライダーにはカーブっていうものが作られていますね。えー、で、パースビューに戻ります。サイドビューから描いたので、えー、一方向、まあ、サイドからのですね、方向はこう立体感ありますけど、まあ、正面とか、えー 真上から見ると、あのーまあ、位置が制限されてまっすぐあの配置されていることがわかりますねでこの状態でさらに立体感出す場合は右、えー、クリック長押し CV に切り替えてこの CV のポイントをですね動かすようにしますこんな感じですなので、まあ、ちょっとこう斜めに置きたいよっていう場合はこのようにですね はいまあ、こんな感じで、えー、カーブの位置調整ができるということです。<laughs> あとちょっと詳しくは説明しないんですけど、えー、カーブの中の、えー、カーブのどこかなカーブの、えー、っとリビルドかリビルドっていう機能を使えば、えー、この、まあ、分割数を一旦再計算してくれて えと今まあ8分割ぐらいであのポイントを打っていったと思うんですけどそれをあの二重分割にえ再計算するとかそういったことが可能になりますのでまあもしあの配置してしまったカーブのまあ分割が足りないなとかえ気づいたらリビルドをですねちょっと実行してみるといいと思いますえまあちょっとそれは話がそれるのでえそのぐらいにしておきますがえこのようにカーブを作りましたらえポリゴンのモデリングのえシェルフの中のこちらですねえ 機能名としてはメッシュをスイープ。選択したカーブに基づいてスイープメッシュを作成します。やつです。これを押します。カーブ選択した状態で押します。もうこれだけでですね、あのー、基本的な、えー、コード類の作り方は以上になるんですけど、まああのーまあ、デフォルトの、えー、セッティングでこの断面の分割数が足りなかったりとか、あのいろんな問題点があるかもしれません。その辺の調整は、えー、アトリビュートエディターで行います。 アトリビュートエディターの中のこのスイープメッシュクリエイターっていう、えー、ヒストリーですね。これヒストリー消しちゃうとなくなっちゃうので注意してください。えー、この作成直後であればヒストリーちゃんと残ってます。で、この中のまあちょっとよく使うところだけ説明すると、えー、まずスイーププロファイルっていうところはポリゴンにします。えー、これがまあ円形にするための,の断面をですね、えー、選択肢です。長方形にすると、まあ、こんな感じで四角 系っぽくなりますこっちもちょっとたまには使う場所はあるかもしれませんが多分基本こっちですね。ポリゴンだと思います。で、タイプは円ですね。星にすることもできますけど、星あんまり使わないかもしれないですね。で、大事なのはここのサイドの分割の部分ですね。これは上げていくとこんな感じです。分割数が増えてることが分かりますね。なので、 えっと、一応ここで選択しなきゃいけないのはこのカーブモデルを3番キーを押して使うモデルにするのかそれとも直接スムーズは書けないでこっちの直の分割で使うモデルにするのかを決めておかないといけないですね <laughs> 3番キーを押すのであればあの低い分割数でもあの足りるかもしれないしというところはちょっと注意しておくといいです あとはまあキャップのところをチェック入れると、このようにあの閉じることはできますが、これもあんまり使わないですね。それからですね、この配分っていうところをクリックすると、ちょっとこう、なんていうんですかね、んんコピペされます。これもちょっと細かいえーコード類を作る場合には使えるかもしれないですねあ。であ、同じ設定で、例えば太さを違うもの。 もう準備しておいてコピーしちゃいますけどこれ複製するとヒストリーなくなるんでもう調整はできないですこの形で固まるような形ですね、えー、で、まあ、ちょっとこんな感じで例えばこことここのコード消してここだけ、えー、ちょっと太めのコードにするあの新しくこっちで作ってってことですね <laughs> なんで例えば3あ三3にして えー、そうですね。3にしちゃうとちょっとあるか。まあ、6で。えー、っと。インスタンスのスケールちょっと大きくして。これで複製。で、ここ残しでほかです。はい。みたいな感じにすると、えー、ちょっとこう、コードにもですね、変化を出すことができて。 しかも、ここまでの作業時間って結構短い。ね。割と一瞬でできちゃう。ので、ちょっと、なんて言うんでしょうね。単調さを取り除くことができたりしますんで、おすすめです。え、あとは、まあ、でもそんな感じですね。え、あとは、このスケールは違うか。スケール、テーパーか。ここはちょっと増減してみると、あの、先に行くにつれて補足できたり、 逆に太くできたりしますね。はい。という機能でした。で、これ、地味に、えー、っと、その、大事というか、地味に助かるのが、UV を確認してみるとこんな感じでもう展開してくれてるんですよね。こっちもそうですね。展開してくれてるんですよね。こんな感じです。 なので、まあ、若干の傾きの乱れはあるかもしれませんが、基本的には UV は整っているので、まあ、再度計算し直す必要があんまりないです。ただ、ちょっと伸びてるなと思ったら、どこかのですね、UV をこんな感じで1列選択して、固定して、この旧式の展開方法でですね、固定して水平方向に展開してあげるとか。 してあげるとあの圧縮がだいぶ取れると思うので、はいまあ、UV に関してもです、ねえー、その辺を押さえておくと後々、まあえー、テクスチャーの段階であの困ることは少ないかなと思いますでとりあえずまあこの作り方で進めると UV はある程度も綺麗になった状態で作られますんであのでおすすめですねであとは細かいですけど、まあ、こういったコード類を作成したらこの視点とか終点の部分にこうカバーみたいなものですね えー、配置してあげるようにしてもいいと思います。こういうパーツとこういうパーツをということですね。はい、そうすると断面がわりとどうなっていようとですね、えー、気にならない形状になりますんで。<laughs> はい。以上が、えっ、ー、と、まあ、前あの、2022か3ぐらいで実装されたと思うんですけど、そのあたりから、えー、使える、えっ、ー、と、メッシュの、メッシュをスイープという機能を使った、えー、コード類の作り方でした。